他にも消防楽隊は名古屋市消防局の直轄バンドであり、昭和33年12月に名古屋市消防音楽隊として発足し、昭和62年にカラーガード隊リリーエンジェルスが加わりました。平成28年4月からポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社とネーミングライツ契約を締結し、ポッカでも消防音楽隊の愛称で活動しております。華やかな演奏演技を通じて防火、防災、救急と消防各 PR 分野の PR を行い、安全で災害に強い街づくりを呼びかけています。指揮は渡辺克美隊長です。さて、演奏演技の前にお願いがあります。写真撮影およびビデオ撮影は演奏演技の妨げや他のお客様の迷惑とならないようにお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。続いての曲はゲラゲラポーの歌です。ゲラゲラポーの歌は2014年からテレビアニメで放映され人気を博している妖怪ウォッチのオープニングテーマ曲です。3人のユニットキングクリームソーダが歌うこの曲は耳に残りやすいフレーズとノリのいいリズムで思わず踊り出したくなるような曲です。今回はリリー・エンジェルスの演技と合わせてお楽しみください。
ゲラゲラポーの歌をお聴きいただきました。続いての曲は隣のトトロメドレーです。皆さんは隣のトトロというアニメをご存知でしょうか。物語は昭和30年代の自然と四季の美しい日本、ある田舎に引っ越してきた2人の女の子と昔からそこに住んでいたお化けたちとの心温まる触れ合いを日常のエピソードを重ねながら描いた作品です。本日はその中から散歩、隣のトトロ、以上2曲のメドレーをリリー・エンゼルスの演技と合わせてお楽しみください。この妖怪体操第一はテレビ東京で放映されている番組のエンディングテーマで、2014年4月にドリームファイブが歌いながら踊る CD や DVD が発売され、子どもたちに大人気となりました。それではリリー・エンゼルスの演技と合わせてお楽しみください。Thank you.
CM 公開以降2週間で YouTube 再生回数100万回突破するなど注目を集めた曲です。それではお聴きください。Thank you.
ました。続いての曲は恋です。 TBS 系火曜ドラマといえば、なんといっても星野源と新垣結衣が主演した逃げるは恥だが役に立つではないでしょうか。ドラマのエンディングで流れる恋は、出演者が踊る恋ダンスとともに SNS 等でも話題となり、爆発的に人気となりました。それではビリー・エンゼルスの演技と合わせてお楽しみください。暑い中ですね、わざわざお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日は防災ウォッチ、フェアのですね、ミニコンサートということで、妖怪ウォッチと書けてですね、ポスターもね、ちょっと妖怪ウォッチのね、イラストが書かれていましたけれども、そういったこともありまして、ゲラゲラ、ね、妖怪大使をいたしました。自分も今まではね、あんまり振りをつけてなかったんですけど、今年からですね、振りをつけて、お子様にね、踊っていただけるようにと思ってやらさせていただきましたけど、喜んでいただきましたですかね。お子さん楽しんでいただきましたか。
これ、今じゃんなんですけど、はい、まあ、そんなことでですね、我々の消防局隊は、まあ、このようなイベントにお邪魔をさせていただきまして、まあ、演奏を通してですね、豪華放送をやっとさせていただいております。曲の途中でね、いろんな歌幕が出てまいったと思うんですけど、また最後の曲でもですね、皆さんの命を守る大事なキーワードをお示しいたしますので、ぜひとも記憶に留めていただいてね、お家の勉強をしていただけたらなというふうに思っております。またこの時期はですね、特に脱水症状でですね、救急車を利用される方が多くなっています。まあ、私たちの子供の頃というのは、まあ、私も運動部に所属してたんですけど、水を飲むなと言われて、なんか水を飲むと、ね、パフォーマンスが低下するんだって言われて、あれは何だったんだろうかというふうに思うけど、今はですね、事前に水分を取らないと、体がどんどん知らないうちに水分が失われていってしまうということで、まあ、こまめにですね、水分補給をしていただかないといけないということで、まあ、それは皆さん常識だと思うんですけども、これなかなかね、お子さんだと自分たちで、まあ、そういう意識がないものですから、周りにいる、ね、保護者の皆さんもしっかりと、水分補給をですね、促してあげないと、なかなかそういった症状がですね、まあ、気がつかないという本人たちがね、ということがありますので、どうか見守っていただきたいというふうに思っています。それからもしですね、まあ、飲ませようと思っても、まあ、お子さんが嫌がったりとかですね、そういった時はもう体が水分を受け付けてない場合がありますので、そうなってくると病院で点滴を打たないとね、回復しないです。そういった時はですね、迷わず救急車を呼んでください。皆さんの税金で動いている救急車ですので、ぜひともですね、救急車そういう時で利用していただいて、病院に連れて行っていただくということですね、ぜひとも覚えておいていただきたいというふうに思っております。それと、ちょっとこの場を借りてですね、私どもからちょっとお知らせをさせていただきたいと思うんですけれども、実はですね、今度の27日の午前中にですね、私ども消防学隊の職場体験会を開催する予定でおります。で、将来ですね、まあ、消防学隊の演奏家とかね、カラーガード隊に興味があるっていう方はですね、もう老若男女問いません。ね、ちっちゃい頃に結構ですので、ぜひ職場の方にですね、お見せいただけるとですね、まあ、どんな練習やってるのかなとかね、そういったのをですね、見学していただくことができますので、ぜひともですね、お見せいただけたらというふうに思います。まあ、詳しくはですね、消防名古屋市役所のウェブサイト、こちらの消防音楽隊というホームページがありますので、そちらの方にですね、詳しい案内が載せてあります。で、一応の14日までというその案内ではなってるんですけど、一応23日まで申し込みは延長しましたので、ぜひともですね、ご興味のある方にまあ、ご連絡いただければご案内させていただきますし、ホームページの方をご覧いただいて、またフェイスブックもですね、7月から始めてまして、そちらもしスマホとかやられている方はですね、フェイスブックも見ていただけると、そういったご案内もさせていただきますので、そちらの方もどうか見ていただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、お待たせしました。では次でですね、最後の曲となります。ハローファイヤーマンという曲をお送りいたします。これ今の時ファイヤーマンというとね、ファイヤー消防士は女もおるだろうということで、ファイヤーファイターじゃないかっていうのが、まあ、怒られる時は時々あるんですけれども、ちょっと古い曲だもんですから、ハローファイヤーマンって曲名になってるもんですから、なかなか勝手に変えることができなくて、ハローファイヤーマンという曲なんですけれども、これは消防士のために書かれたですね、非常に優秀な行進曲でございます。これは日本人の方がね、作ってくださったんですけども、すごくですね、皆さん多分耳なじみはないと思うんですけども、覚えやすいフレーズですね、まあ、聞いててとても元気が出てくると嬉しいので、どうかですね、最後にこの曲を聴いていただきまして、暑い夏をですね、伸ばしていただければ嬉しいと思います。まあ、途中出てくるボタンの時にもぜひと注目してください。それでは、ハローファイヤーマンです。お願いいたします。始まったパッ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 
今日をもちまして岡山消防楽隊の演奏演技を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。